こんにちは。サンドのささゆりヒーローが好き、特撮女子のパンダです。今回は当チャンネルの定番シリーズ、幻の戦士解説の姉妹編として、幻のアイテム、メカ解説と題し、メインの映像作品には登場しなかった、幻のアイテムや常用メカの数々をご紹介したいと思います。なお、戦隊シリーズの巨大メカやロボに関しては、すでに幻の戦隊メカ解説という動画シリーズも出していますので、そちらも合わせてご覧くださいね。それでは行ってみましょう。ギガホーン&ギガテクター。数ある特撮の幻のアイテムの中でも特に有名で、また非常にややこしい存在でもあるのが、仮面ライダーゾルダのストライク弁当ギガホーンとガード弁当ギガテクターです。単に作中で使用されなかったアドベントカードというだけなら、他にもリターンベントやファイナルベントで代用されたオルタナティブのホイールベント、後年のライダータイムで日の目を見た龍河のガードベントなどがありますが、このギガホーン及びギガテクターに関しては、共にゾルダの未使用カードのように見えて、実はギガホーンの方は作中設定に存在する上で未使用、ギガテクターの方は玩具オリジナル設定で作中設定には存在しないという違いがあり、これが放送当時から現在に至るまで多くのファンを混乱させているんですよね。以前、特撮ファンのよくある誤解解説の第3弾でも述べましたが、当時の R&M シリーズのギミックや、玩具版アドベントカードのラインナップ、デラックスドラグバイザーの音声などには、ギガホーンもギガテクターも間違いなく存在していました。しかし、超全集をはじめ、作中設定の資料には、ギガホーンのカードはあっても、ギガテクターのカードは影も形も載っておらず、玩具オリジナル設定であることがわかります。というか、順序としては玩具の開発の方が先行しており、それをもとに作中設定が作られているので、制作陣がギガテクターを採用しないことに決めた時点で、玩具オリジナル設定になってしまったというべきなのですが、なぜ数ある装備の中でギガテクターだけハブられたのかは、今となっては永遠の謎ですね。一方、バンダイ的にはギガテクターはあるので、レンジャーズストライクのカードには、ギガテクターとギガアーマーを同時装備したゾルダの姿が描かれたものもありますが、同じバンダイでもアドベントカードテレビエディションやアドベントカードアーカイブスといった作中のカードの再現というコンセプトの商品にはギガテクターは含まれていません。ないものは収録できないので。なお、作中設定にあるギガホーンの方は放送中に出たプレステのゲームでは使用可能であり、私も含め当時の視聴者の多くが最終回までに一度は本編で使ってほしいと願っていました。一説にはそもそもプロップが作られていなかったのではとの推測もありますが、結局最終回どころか後のライダータイムでさえ使われなかったのは心残りですね。思うに戦術の龍河のドラグシールドやオーディンのゴルトバイザーの展開ギミックまでも見せたライダータイムで、しかも北岡のふりをする必要もないゴローちゃんゾルダという格好の初披露の機会でありながら、それでも出さなかったということは、おそらく本当にプロップが存在しないんでしょう。純烈ジャーの純ブルーあたりがしれっと似たような武器を使ってくれたら面白かったんですが、もう卒業しちゃうしな。電磁クラフトとファイブマンの謎クラフト。冒頭でご案内したように、戦隊シリーズの幻の巨大戦力については別の動画で展開していますので、そちらをご覧いただければと思うのですが、ここでは2つばかり等身大の常用メカの話をしておきましょう。と言っても、片方は幻のメカとさえ呼べないかもしれないというか、幻のメカであるという認識自体が勘違いかもしれないというお話なのですが、まずこちら、電子戦隊電磁マンより電磁クラフト。戦隊の等身大ビークルというとバイクや四輪車が一般的で、たまに飛行メカもありますが、こちらは水上移動用のホバークラフトという珍しい装備なんですね。レッドからピンクまで各自のカラーリングに合わせた5艇が用意されており、実際に第16話や劇場版に登場予定があったのですが、実はこれベースとなっているのは波のないプール用の遊覧用ホバークラフトであり、海上の高波には耐えられず、急遽普通のモーターボートでの撮影に変更されました。そのためスチール写真は残されていながら、作中には結局一度も登場していない幻のメカとなっています。と、こっちはまあ未登場となった経緯もはっきりしているのでいいとして、問題はこちら、地球戦隊ファイブマンのオープニング映像にのみ登場する謎のホバークラフトです。こちらに関しては特に名称も設定されておらず、オープニング以外にスチールなども存存在しない。まさに幻のメカ。というか、本当に何なのかよくわからない存在なのですが、これね、多分本作用に作られたメカとかじゃないと思うんですよね。船体にはホバースター2と書かれており、その名前で画像を検索すると、2ではないにせよ、ほぼ同じものがヒットするので、おそらくこれ、一般にあるホバークラフトをたまたまオープニングの撮影に使っただけでしょう。変身した姿で乗ってるんだから専用メカだろう。というのは、特撮ファンならではの先入観から来る思い込みなのだと思います。余談ですが、ここで学兄さんと一緒にホバークラフトに乗っているケン兄さん、当初の企画案では、一人だけ実の兄弟ではなく、宇宙人という設定になる予定だったんですよね。それに関しては、びっくり初期案特集の第3弾で解説していますので、気になる方はどうぞ。ウルトラ未登場メカの数々。ウルトラシリーズには防衛チームの戦力として、航空機、地上車両、潜水艦、宇宙船など、様々なメカが登場しますが、その中には玩具や設定のみの存在に終わった幻のメカも多々あります。まず、ウルトラマンエースのドルフィン2号。これはタックの歌の2番の歌詞にのみ出てくるメカであり、それによれば、富士五湖に隠された格納庫から固定を縫って海に出るそうですが、玩具もなければスチールもなく、誰も姿を見たことのない文字通りの幻のメカとして知られています。地獄先生ヌーベイの作画で知られ、特撮マニアとしても有名な漫画家の岡野武氏は、ドルフィン1号2号とはタックアローとタックスペースに付けられるはずだった名称なのではという妄想設定をツイートで披露されていますね。次に、ウルトラマン太郎より、大型宇宙ロケットのアンドロメダと、その艦載機とされる小型の宇宙円盤マゼラン。共にザットのメカとして商品化されていますが、アンドロメダはオープニング映像のみの登場。マゼランに至ってはオープニングにも出番がなく、スチール写真のみとなっています。ちなみに、当時発売されたアンドロメダの組み立てモデルには、太郎の首がすっ飛んだを再現できる太郎の人形も付属していました。なんで？そして、ウルトラマンレオよりマックモール。ウルトラシリーズではおなじみの地底戦車で、マックのマーチの歌詞にも出てきますが、こちらはオープニング映像にも登場せず、やはりスチール写真のみの存在となっていました。まあ、防衛隊メカというのは、有事の際に活躍するものなので、その出番がないということは、それだけ平和でいいじゃないか、という話も。いや、でも壊滅してるしな、マック。ということで、今回は、幻のアイテムメカ解説の第1弾をお送りしました。この動画が好評であれば、今後もさらに続けていきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしいアイテムやメカのリクエストなどあれば、ぜひコメント欄でご意見をお寄せくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは、後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮女子パンナの活動は、ご覧のメンバーシップの方々と、動画を見てくださるすべての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは、今後も特撮に関する色々な動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せているので、こちらも良ければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。